おはようございまっちょ、フォルテです。ラキーン、はい、皆さんこんにちは、ラフマニノフ君です。ラフマニノフ君こんにちは。おー、フォルテこんにちはって言ってますね。わしの曲弾け。何を言ってらっしゃるんですか。難しいじゃないですか。僕には手が届きませんよ。意地で届けろ。またまたそんなこと言っちゃって頑張りたいと思います。はい、皆さんも挨拶してください。おはようございまっちょ、フォルテです。ラフマニノフ君です。はい、今日は、まあ、ラフマニノフのピアノ協奏曲をちょっとね最近勉強を始めてて、で、まあ、全楽章をやりたいなと。今年の2021年の目標は全楽章を弾きたいなと思ってます。まあ、あの弾きたいなって言ってもただ単に勉強したいなっていう感じなんですけども、まあ弾くことが目標ではなくて勉強することが目標にしたいなと思ってます。はい、で今1楽章の譜読みがやっとまあ終わって、で今2楽章もやってて、で3楽章はあともう少しで始めるかなって感じです。難しい。というわけでね、まあ、ピアノ協奏曲の第2番をやっていきたいなと思います。で、まあ、これはね、一番最初の和音から超手が大きいんですよ。まあ、僕はギリギリ届くんですけども、もう手こんななってる。いやーってなってて、もう血管血走るぐらい開いてます。まあでもね、まあ、せっかく届くんだったら意地でもね、あの、弾きたいなと思ってるので、まあ、頑張って届こうとしてます。で、まあこの曲はこうやって入ってくるのに、この音の上にこうやってやっていくわけですね。だから、まあ、このテンポをユーンドローンっていうのがね、しっかり、弾いてあげないと、ついていけなくなります。で、こっからはちょっとね、まあ、エスプレッシーボっていうね、まあ、表情豊かに。まあ、こっから僕の、いわゆる、ちょいソロみたいな、まだまだソロじゃない。難しいんですよ。ここまだ確率は 20% ぐらい。アウトです。今ここからちょっと有名な僕ちゃんのソロで、僕ちゃんのソロです。
からまた難しい。少しずつ、まあこっからはちょっとなんか少しずつどん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 速くなって、まあオケとなんかバンバンやるって感じですね。難しいですね。でもなんかやっぱ結構形になってきたから、まああとはゆっくり緻密な練習を、まあ、繰り返すって感じかな。でもやっぱかっこいいよね。もうここなんか多分俺も興奮しちゃう。みんなの好きなとこじゃない？で、あと一番最初のこの緊張感、指が届くかっていうじゃあこうやって分けて弾けよって。でもね、まあせっかく届くんだったら、まあ頑張ってみようかなっていう感じです。結構ここは結構練習したけどやっぱ難しい。で、これ弾いた人に聞いたらみんなここら辺嫌だって言ってさみたいな。多分もうこの曲は30時間ぐらいはやったと思います。うん、なかなか弾けんね。まあちょっとね、全楽章頑張ってみようと思います。はい、引き続き
報告でした。というわけで皆さん一緒に頑張っていきましょうね。うん、何を頑張るって？みんなも各自自分の練習だよ。というわけでね、バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドも押せて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。